ポリネシア人、ポリネシア人、ポリネシアンは太平洋のポリネシアに住む人々の総称。オーストロネシア語族に属しており、ネラネシア人やミクロネシア人と密接な深淵関係を持つ。身体的特徴、言語的特徴に関して、ネラネシア人のような多様な地域差はなく、同質的である。その一方で、文化的、社会的にはかなりの多様性を持つ。 ポリネシア人の話すハワイ語、タヒチ語、ラパヌイ語、マオリ語、サモア語、トンガ語などは互いによく似ており、オーストロネシア語族の中の枝先にあたる一文化を構成している。地理的にやや離れた生きがいポリネシアの諸言語、ヌクオロ語などもここに含まれる。言語の電波変遷や相互関係についてはよくわかっていないが、台湾やマレーシアを起点として、 海上交易などの交流を経る過程で南東に拡散していったと考えられている。音韻組織の平易さに特徴を有し、一般に動詞、名詞、形容詞に形態上の際がなく、音説はすべて開け音説である。トールヘイエルダールが唱えた南米からの植民説、ラが唱えたアジアからの植民説があるが、1975年に、 ハワイで建造された騒動の航海カヌー、ホクレアによる数々の実験航海や言語学的、人類学的な各種の検証により、現在では東南アジア説が定説となっている。ポリネシア人の祖先はオーストロネシア語を話すモンゴロイド系の民族で、もともとはカナンや台湾にいたのだが、その一部は紀元前2500年頃に南下を開始し、フィリピンを経て、 紀元前2000年頃に、インドネシアのスラウェシ島に到達する。ここから、ニューギニア島沿岸、メラネシアへと投進する間に、パプア先住民やメラネシア先住民と根結し、ポリネシア人の子祖となる。この先住民は5万年前に出アフリカ後にインド、経てやってきたオーストラロイドに属す人々で、アボリジニと同祖である。したがって、ポリネシア人はモンゴロイドに、 オーストラロイドが混ざった人種である。現ポリネシア人、ラピタ人は、進路を東に進め、紀元前1100年頃には、フィジー諸島に到達する。現在、ポリネシアと呼ばれる地域への移住は、紀元前950年頃からで、サモアやトンガからもラピタ人の土器が出土している。サモアに到達した時点で、ラピタ人の東への移住の動きは、一旦止まるのだが、その間に、 現在のポリネシアの文化が成立していったと考えられいる。再び東への移住を開始するのは、紀元1世紀頃からで、ポリネシア人たちは、エリス諸島やマルキーズ諸島、ソシエテ諸島にまず移住した。その後、ソシエテ諸島を中心に300年頃にイースター島、400年頃にハワイ諸島、1000年頃にクック諸島やニュージーランドに到達した。 ポリネシア人の移住の動きはこれ以降は確認されていないのだが、ポリネシア人の主食の一つであるサツマイモは南米原産であり、西洋人の来航前にすでにポリネシア域内では広くサツマイモが売されていたため、古代ポリネシア人は南米までの航海を行っていたのではないかと推測されていた。しかし、サツマイモの到達が人類以前であるとの研究より、 ポリネシア南米間の交流は否定の向きにある。マトドナの研究からは、より早く東南アジアに到達した先住民であるオーストラロイドの血も引いていることが分かっている。Y 染色体の研究では、ポリネシア人はメラネシア人と東アジア人の根であることが判明している。しかし常染色体の研究では、メラネシア人起源は21%、79%は、 東、アジア人起源である。別の研究では、ポリネシア人は、メラネシア人よりもミクロネシア人、台湾先住民、東、アジア人に近縁であるとの結果が出ている。これは、ポリネシア人がメラネシアに長く留まらなかったために、根血があまり進んでいないと結論される。ポリネシア人の拡散と関連するミトコンドリア、DNA 派プログループ B4A1A は、 東アジア由来である。ポリネシアの伝統社会は、地域によって、かなりの差異がある。原始的な狩猟採集民の社会もあれば、焼き畑農業を行う社会もある。集約的、大規模な農業を行い、灌漑施設を充実し、世界的に見ても高い人口密度を有する社会も、あった。主な農作物としては、タロイモ、ヤムイモ、バナナ、ココヤシ、バンノキ、 サツマイモなどが挙げられるが、常実の通りの業技術の地域差があり、気候的にも亜寒帯から熱帯にまたがるため、それぞれの地域に即した作物が栽培、内視採取された。漁業についても、釣り針すら持たない社会もあれば、大規模な人工池を作り養殖漁業を行っている社会もあった。家畜は犬豚鶏の三種に限られ、地域によっては、 その三種のうちの一かにしか伝播しなかった。社会的には、多くの島では自給自足であったが、中には高度な分業社会を形成し、農耕の傍らであるが、物品製造に従事し、その技術を世襲で受け継ぐ、職人階級を形成した社会もあった。森織人のように極めて平等で、上下関係の存在しない社会もあれば、 ハワイのように厳密な階級が存在する社会もあった。階級社会が厳密な場合は、異なる階級の通婚が、字として、近親婚を行っても厳しく規制された例もあった。政治権力が存在する場合は、単一の島に単一の政治勢力しか存在しない場合もあれば、複数の政治勢力が分立する場合もあった。トンガ大主長国のように、侵略戦争用の軍隊を持ち、 た島に駐留し、多数の島々にまたがって政治支配を行う社会もあった。社会の形成に比例して、それぞれの地域での宗教にも差異があった。高度な政治、階級社会を形成した場合においては、宗教も厳格化され、厳しい戒律、ハワイにおけるタブーなどを作った。ニュージーランド以外の大多数の島々は収入を外国の援助と、 国外居住者からの送金に頼っている。若者は収入が得られ、仕送りができる土地へで稼ぎに行こうとする傾向がある。イースター島のように観光で補うところも多い。スバルはインターネットドメイン名の t v を売っている。クック諸島は切手販売に依存している。非常に少ないが西洋文明到来前の生活を送っている島もある。古代のポリネシア人らは 六分儀、クロノメーター、方位地震といった広報器具を用いずに数千キロメートルに及ぶ遠洋航海を行っていたと考えられているが、この広報技術は現在ではその一流派が生きがいポリネシアのタウマコ島に残存するのみである。一方、1980年代に先住派人と白人の根結であるナイノア・トンプソンが ミクロネシア連邦の中央カロリン諸島に属するサタワル島の広報誌ピュースピアイルックから伝授されたミクロネシア式の広報技術をもとに近代の西洋天文学の知識を加味して新たな広報技術ウェイファインディングを創始しクック諸島アオテアロア島ポリネシア各地にこれを広めているこの新しい広報技術はポリネシア先住民のエスニックアイデンティティのよりどころの 一つとなっている。古代ポリネシア人が用いた公開カヌーは、特に東ポリネシア海域では二つの船体を並べて、その間にデッキを張った総動船であったと推測されているが、生きがいポリネシアではシングルアウトリガーカヌー形式の公開カヌーも使用されており、ポリネシアの公開カヌーイコールダブルカヌーではない。ポリネシアで発明されたと推測されている公開技術には、 ダブルカルーの他にクラブクローセールがある。これは、ラテンセールのような直線的なブームではなく、カーブを描いたブームを、マストカブから髪型に向けて装着したもので、そこに、カニの爪のような形状の刃を貼ることから、このように呼ばれる。近年の研究では、クラブクローセールは、ラテンセールと同等以上の風髪搬送能力を持つ、ことが確認されており、古代ポリネシア人の沿用公開、 特に西ポリネシアから、タヒチアテヘヌアエナイと貿易風に逆らって公開する、際の強力な武器になったのではないかと考えられている。イースター島のモアイをはじめ、ポリネシアの美術は各島によって、独自色が良く、出たものとなっている。一般には、木彫りの発達により、心臓のみならず、家屋から食器に至るまで幾何学模様を取り入れ、彫刻が彫られた。 マオリ族の透かし彫りや浮き彫りの技術が用いられた、ニュージーランドの心臓や、ハワイ諸島の心臓、マルキーズ諸島の男性像、ティキなどが知られている。また、ポリネシア人は河原家を制作していなかったと、されているが、トンガ諸島、サモア諸島などでは、古い河原家の破片が複数箇所より出土している。 ポリネシア人の音楽としてはハワイアンが圧倒的な知名度を誇るが他の文化圏においても本質的に共通の特徴が見られる。楽器にはヤシ柄、竹、木、石などが使用され踊り手は演奏と歌を同時に担う形態が一般的である。大きなビブラートや多声合唱を特徴とする曲線的で滑らかな音楽が多い。近年ではギターやウクレ,レの導入とともに 新しい表現形式が積極的に取り入れられている。ポリネシア人はいわゆるモンゴロイドに分類されてきたが、モンゴロイドの中では例外的なまでに大型の体格と彫りの深い顔立ちからコーカソイドではないかと考える白人も多かった。現在では遺伝子の研究からオーストラロイドとの混合人種であることが判明している。それぞれの島の間に 広大な海域を挟んではいるが、どのポリネシア人の身体的特徴も、ほぼ同一である。ニュージーランドの先住民マオリもポリネシア人の一派で、あり、ラグビーフットボールの青手アロは、ニュージーランド代表チーム、オールブラックスが試合前に披露する墓は、ポリネシア経験後のマオリ語である。ガリバー旅行記の大人国の人々のモデルと言われる、特にトンガの人について、そのように言われる。 ポリネシア人は体重に対する筋量と骨量の比率が他のあらゆる人種を大きく上回るとされてきたが、現在では肥満人口が深刻化しており、この説には疑問を持たれている。肥満人口が多い。世界保健機関の調査は、住民の肥満率において、世界上位10カ国のうちの4カ国をポリネシア系諸国が占めるとの結果を報告している。 具体的には、クック諸島が世界第3位、トンガが世界第4位、ニウエが世界第5位、サモアが世界第6位という結果であり、第8位のクウェートと第9位のアメリカ合衆国を除けば、全てがポリネシア及びその周辺の島国で占められた。多くのポリネシア系移民人口を有するオーストラリアやニュージーランドでは、肉体を酷使するスポーツにおける、 ポリネシア人の活躍が目覚ましい。世界最高のラグビーチームと名高いニュージーランドの代表チームにあっては、いわゆる上位人のほとんどがサモア系、トンガ系及びマオリ系の人材で占められている。カリフォルニア州を中心に、少数のポリネシア系移民を要するアメリカ、合衆国にあっても、そのごく少数の人口にしては、 異常なほどに多くのアメリカンフットボールのトップ級の選手を排出していい。g 級氏が1999年に行った調査はアメリカンサモアの少年が NFL にプロとして入場できる確率がアメリカ合衆国本土の少年のそれの40倍に上っているとの見積もりを示している。オーストラリアにおいては一般的にポリネシア系の児童と白人系の児童とで身長を 含む体格が大人と子供ほど違うため、少年ラグビーのリーグにおいて、ポリネシア系児童を専門とした重量級部門の設置という議論がしばしば起こっている。他のスポーツと比べても、とりわけ肉体を酷使するプロレスにあっても、サモアジョー、ワイルド、サモアンズ、キングハク、ジミー・スヌーカ、ジャマール、ロージ、ー、ザ・ロックなど、ポリネシア人の血を引く選手が数多く活躍を見せている。 究極の重量級スポーツと称される、日本の相撲にあっても、その最高級の選手に相当する横綱にまで登った、太郎、母方が、ポリネシア人や武蔵丸光弘、外国出身者初の入幕を成した小宮山、大五郎を、はじめ、六代目小西紀八十吉や南海、龍太郎など優れた力士らを多く輩出してきた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。